ブラーコーコヒーね本当に飲めないんですよなんでなんかコーヒー屋さんとか行った時に何飲んでいいか分かんなくて本当に困ってるのであのお願いだから私はブラックコーヒーを飲めるようになりたいんですけどちょっと難しいですなこんのっ何か私のバッグってめちゃくちゃ重くて教科書一1冊も入ってないのにもうめちゃくちゃ重いんですよう <laughs> っぐっぐん <laughs> ミニーちゃんのもうめちゃくちゃ大きいなんかパスケースみたいな,な,なあれは何のケースか分かんないんですけどパ顔,のが顔がボカーンみたいなのあるじゃないですかああいうのあれパスケースですかねあれとかあるじゃないですかでも全然何も私ついてないんですよ本当にそ,のそういう子たちの方が軽々持ってるんですよヒョンヒョンヒョンって持ってるんですけど全然私キーホルダーとかついてないのにえめちゃくちゃ重くてうわーお前やー <laughs> あの私ってこっちの肩がすごい下がってるんですね下がってますかえ普通ですよねなのにあの私ビブスを着ると絶対にこっちが下がるんですよでいつも「よいしょよいしょよいよいよい」って言ってビブスを戻さないといけなくてもう本当にそれが億劫ででも他のメンバーは全然ビブス下がってないんですねっていう感じでそのバッグを持っても絶対こっち下がってくるんですねでもこうやって見ると全然普通なんですよ あの <laughs> 機械みたいなやつでウィーンってそうマールプールみたいなやつしたんでだんだん,だんえー、これって普通に食べても一緒かなっていう気持ちになってきて虚しくなるが小粒君が一生懸命撮ってる姿を見るといやいやいや意味はあるという気持ちになりますこのたん <laughs> でこの間カラオケに行ったら割と安い料金だと思って行ったらすごい,いい金額になっていてええー 声が出そうになったんですけど自動センサー機だったので一旦ちょっと待ってと思ってレシート見たらあの人から料金っていうのめーちゃくちゃミクロメーターみたいなぐらいの字面で書いてあったんですね。って書いてあって。<laughs>